あ、よろしくお願いいたします。こちらの、表紙の写真が、まさに、外来の貝殻虫が、ソテツの葉っぱにびっしりついた、写真になっております。まずソテツについてですが、日本では沖縄や、鹿児島に自生しており、高知県などにも広く植栽されています。で、樹齢250年から300年といわれる、ウネの大ソテツというものが、沖縄県の、天然記念物に指定されています。ソテツの、種子や、幹由来のでんぷんは、古来から休耕食として利用されておりまして、沖縄において自然科学及び文化的価値の高い重要な樹種であると言えます。発表の流れについてですが、まず、アウラカスピスヤスマツイ、仮称としまして、ソテツシロカイガラムシの、産卵数や分布などについて、2点目は、沖縄の被害地、国頭村や、大宜味村、の、実態について、ご説明したいと思います。最後に防除方法をどうすればいいのかということも、ご紹介したいと思います。まず1点目の、ソテツシロカイガラムシについてですが、タイなど東南アジア原産で、中国南部やグアムなど世界各地で確認されています。フロリダでは苗木産業に数百万ドルの損害があると報告されています。ソテツやザミアなど多くのソテツ科植物に加害します。感染経路としましては、風による飛散や、後ほどご説明させていただきますが、福岡県で以前本種が付着した苗木が発見された事例があります。で、産卵数は100個を超える卵を産むということが報告されています。早幹に寄生し、被害がひどい場合はこのように、幼軸に、や葉の表に、被害が確認されます。で、地下60センチの深さの、根っこにも、生存が確認された事例があります。で、激しい場合は1年以内に枯死に、至ります。天敵としましては、テントウムシなどの仲間が、報告されています。続いて沖縄の被害地について、ご報告させていただきます。まず調査方法としましては、沖縄諸島、国頭村から、南は豊見城市、と、伊平屋島、など、調査地点83地点と、518本の、葉や幹の、目視によって、本種の個体と、被害の発生があるかどうかを確認しました。で、被害の見られた場所では、管理者に対して、ソテツをいつ頃から、管理しているのかと、業者に発注しているか、それとも直営で管理しているのかの2点についてヒアリングを行いました。苗木を扱う店舗については、ソテツやザミアを扱っているか、扱っている場合、どこから仕入れているかについてヒアリングを行いました。で、被害地についての、結果です。赤丸が、被害木で、黄色丸が、似たような被害木、ちょっとまだ確定ができていないので類似被害木として、紹介させていただきます。で、黒丸が、未被害木になっています。ご覧いただきます通り、国頭村と大宜味村で被害木が確認されています。で、こちらに示した赤丸が、元部港、戸口港、運転港、名護漁港や、中城湾港で、那覇空港周辺などを調べましたが、港や、空港での被害はありませんでした。で、先ほどご紹介した通り、福岡県で昔、ソテツシロカイガラムシの苗木が、ソテツシロカイガラムシがついた苗木が報告されておりまして、物流の中心である、港周辺にまず発生するという、侵入経路を、想定できますが、沖縄地島ではそのような発生パターンは認められませんでした。続いて、国頭村と、大宜味村の、被害地を、もう少し詳しく見ていきたいと思います。このように国頭村では、4カ所、大宜味村では1カ所、被害地が、確認できました。で、国頭村内の被害木は、2.5キロメートル
ター以内の狭い範囲に集中しておりまして、国頭村と大宜味村の被害木との直線距離は 8.1 キロでした。で、被害木の日頃の管理についてですが、造園業者は入っておらず、施設従業員などの直営で実施しているということでした。外部の業者による管理の場合、複数の場所で作業を行うことから長距離の被害拡散が想定されますが、被害発生場所では主に直営で管理されてきたことによって、近隣の個体には拡散させたかもしれませんが、長距離の被害拡散には寄与しなかった可能性が考えられます。で、こちらの国頭村の場所では、数年以内に新たに植栽された事例はないこと、大宜味村では、未被害地の亡き人村から、約12年前に移植された個体であるということが、分かりました。ただし観光施設や、民家周辺での苗や、切り場の持ち込み状況は、不明でした。続いて、沖縄市の、状況について、見ていきたいと思います。沖縄市ですが、こちらが嘉手納の道の駅で、こちらがコザ運動公園ですね。で、こちらの黄色のところが、類似被害木でして、主に8カ所、被害が確認できました。直線距離で言いますと、3.9 キロメートルの範囲内で、主にこちらのその331号線や85号線沿いに被害が見られました。で、被害の見られた場所でのヒアリングについてですが、ソテツをいつ頃から管理しているのかということと、直営で管理しているのかについてヒアリングを行いました。で、主にほとんどこちらの2カ所が直営かどうか不明というところでして、それ以外はすべて直営で管理しているということと、ここ数年の新しく植された事例はないということが分かりました。で、ただしこちらの場所については4月にソテツの異変を感じていたが本害虫だとは言われるまで気づかなかったというご回答をいただいていまして、こちらの上の場所では2ヶ月前には被害がなかったっていう認識のようでした。このことから少なくとも4月には沖縄市で被害が発生しているというふうに考えられます。また先ほどの4月に異変を感じていたっていう場所ですが、7月中旬に一般市民からの情報提供がありまして早期発見したできたケースもあります。続いて、苗木の店舗へのヒアリング、うるま市ですが、一部沖縄市から取り寄せているものもあるということから、類似被害場所の沖縄市から、うるま市に、被害が、苗木によって拡大する、恐れもあります。以上をまとめますと、まず国頭村、大宜味村ですが、新しく植栽はされてないこと、すべて直営で管理していること、葉の変色や剥がれなどの症状は、ヒアリングの結果、2、3年前から確認されていたという、情報提供をいただいております。で、沖縄市やうるま市についてですが、特に沖縄市については少なくとも4月に発生していた可能性があります。また調査した被害地9カ所のうち6カ所は、すべて直営で、2カ所は直営か、外部の業者かは依然として不明です。残りの1カ所はもともと排除であったため特に管理はしていないということでした。こちらの9カ所すべてで新しく植栽はされていないということでした。で、直営での管理ということで、先ほど国頭でものスライドでお伝えした通り、長距離の被害拡散には寄与しなかった可能性が考えられます。その他の感染の可能性として苗木の運搬によって拡大する恐れがあること、または一般市民からの情報提供によって被害状況を速やかに把握することができますが、このようなその情報提供の過程で情報提供者の衣服に本種が付着しないように注意、一層の注意が必要であると言えます。
最後に、防除方法はどのようにすればいいかについてご紹介します。まず、こちらのゴミ袋についてですが、被害の見られた葉っぱを、入れるゴミ袋です。あとはレインコートや、革手袋と剪定バサミで刈り込みバサミなどが結構効率よく被害用を切除できます。で、散布作業に必要な物品としましては、噴霧器や、作業用メガネや農薬マスクがあります。で、レインコートや軍手などについてはこちらのゴミ袋に入れて合わせて焼却処分を私たちは行っております。で、作業の流れとしましては、被害用や幹全体に薬剤を散布して乾いた後、被害用の切除を行います。で、被害用を細かく裁断し二重にした袋に入れて被害用周辺の薬剤散布を行い、最後にガムテープで衣服についた貝殻虫をできる限り取り、それも合わせて一緒に袋に入れて焼却処分をしております。で、防除作業終了後は他のソテツに近づかないようにして自宅に直帰するようにしています。このように広げない、持ち出さない、持ち込まないの遵守を行っております。で、先ほどお伝えした通り、袋とレインコートや手袋は、市町村内で焼却を行っております。タイムラプスの、作業の状況について音声はないんですが、簡単にちょっとご紹介したいと思います。このように、ソテツの白い葉っぱに、貝殻虫が、かなりついているのが、見てわかるかと思います。これを、袋に入れて焼却処分をします。で、続いて、こちらのソテツの葉っぱの、このように、刈り込みバサミで、刈り込んでいる様子です。で、刈り込んだ後ですが、このように、ソテツ白貝殻虫がかなりびっしりついていますので、刈り込んだ後、念入りに薬剤散布しておく必要があります。で、地下60センチの深さでの生息も確認されていますので、浸透移行性の薬剤が望ましいかもしれません。ちなみに、登録されている薬剤についてですが、マシン輸入剤という、窒息させる薬剤と、接触毒あるいは食毒の薬剤があります。で、今回は、本種を窒息死させるための環境に配慮した方法として洗剤を用いた試験も行っております。調査方法ですが、洗剤を用いた方法については被害用をこのように適用して被害木1本につき洗剤を撒きました。で、本種の防除の必要性、緊急性を考慮したため無処理区は設定しませんでした。で、目視で確認して薬害や被害の進展を確認しました。で、薬剤効果試験としまして、1000倍で登録されている薬剤とそれを3倍薄めた処理区で無処理区を設定して、処理木1本につき、少量5枚採取して実験室に持ち帰ってこのように、本種の幼虫を調べました。それでは洗剤についてですが、被害用適用と洗剤散布後5ヶ月後被害の進展は確認されませんでした。また歯の異常ですね、薬害のようなものは見られませんでした。で、ニコタイメにつきましても約5ヶ月後に被害の進展が見られました。ただし歯の異常は見られませんでした。今後より詳細に無処理区などを設定して洗剤の防除効果についてはさらに検証していきたいと考えています。続いて薬剤効果試験についてですが、6月30日に薬剤を散布する前の個体数ですが1000倍が一番多くて、その次に3000倍、無処理区になっていますが、その2週間後には無処理区がどんどん増加しているのがご覧いただけるかと思います。で、その一方で1000倍と3000倍の個体数は明らかに減っております。で、今後の展開ですが、先ほどご紹介したような
1000倍で登録されている薬剤の、3000倍での適用拡大を考えております。でまた、ドローン活用した薬剤防除の開発についても、作業員が立ち入って薬剤散布が行えない場所もありますので、そういったところでも薬剤散布が、行えるようにしていきたいと考えています。最後に9月19日の火曜日に、実際に沖縄市で、防除作業を行いますので、ご参加いただける方は、ご連絡いただければと思います。あと2点すいませんが、ソテツに関する情報提供を、沖縄県環境科学センターさんが、行っておりますので、この QR コードを、読み取っていただけますと位置情報などを、情報提供できます。で、樹木医学会が12月に、開催されまして、そこでは奄美大島での、被害実態について、ご視聴できるかと思いますので、入場料無料ですのでぜひご参加いただければと思います。はい、以上で、発表を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。